ザ・シードパンプキンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。俺たちはドイツの、ハロウィンというメタルバンドをコピーさせていただいて、この仙台で活動させていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと噛んだ。いやまあまあまあ怖い怖い今日ということで、今日はね、スターリーナイトということで、一応ボーカルさんが先生の弟子というか教え子っていう話なんですけれども、すいません旦那でした。よろしくお願いします。今日はねもう J-POP スから J-ROCK、アニソン、演歌、歌謡曲、そして、まあ、最初のなんかクラシックっぽいのありましたね。あ、そうなんですか。先生がね歌ってたやつがちょっと曲はあれクラシックではないかもしれませんけどね、ちょっとクラシックテイストでねお送りしてましたけど、まあ、素晴らしい。なんか皆さん忘れてません？よし最高、やっぱ ね、 っていうことね、最後ねメタルで盛り上がっていきましょう。メタル大好きです。速くて高くてラウドなのがいいです。なるほどね。皆さんと一緒にラウドになっていきましょう。それじゃあいきますか。じゃあ聞いてください。Are you metal? Yeah.Yeah.
ありがとうございます。ちょっとチューニングを直してますね。皆さんノリに乗っていただいてね、本当ありがとうございます。次の曲でちょっとねチューニング変えてるので少し時間ください。よろしくお願いします。 OK ですよ。私はベース早いね。わあ、はい、4本しかないからね。ありがとうございます。次の曲なんですけれども、今日は、スターリーナイトということで、輝く星々が、空に、舞う日ということです。その中を一筋の光が流れてきました。なるほど。あれなんだろう。そこにいたのは、はいはい、撃墜された宇宙人の UFO でした。マジですか。空から降ってきたエイリアンたちのお話を聞いていただければなと思います。マジですか。 OK、 わかりました。やりましょう。では聞いてください。スカイフォール。
12分って長い曲でしたけどね、物語いい、楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。もう全編理解していただけたと思いますよ。迷子の宇宙人、まあ撃墜された、ね、宇宙人がね無事に、旅立ったのはいいんだけれども母星についてみたら丸焼けだったと。え、何これみたいな。ちょっと待って、またね新しい母星を探して、また宇宙に旅立っていくっていうね、物語でした。まあポジティブですからね。よかったらね、ハロウィンのね、スカイフォールっていう曲ね、オリジナルのねぜひ聴いてみてください。ほんとかっこいいので。いやまあうちらもねそれに負けないように頑張らせていただきます。よろしくお願いします。残念なお知らせです。最後の曲です。マジか、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、マジか。12分もやってればね、2、3曲分だからね。ちょっとね、しょうがない。ということでね、このスターリーナイト、一応我々がね、最後の鳥ということで、務めさせていただきました。長い間でね、結構ね、たくさんの輝かしい曲をね、聴いていただいた皆さん、本当ありがとうございます。また機会がありましたらね、同じ場所で、また集って、音楽をね楽しんでいければいいかなというふうに思いますので引き続きよろしくお願いします。じゃあ、最後の曲に行きますか。ね、今度はね UFO じゃないんですよね。 UFO じゃないですか。 UFO じゃないんですけれども力強いイーグルが飛び交います。イーグルフライフリー。最後飛び込む。We'll be right back.
ありがとうございます。ありがとうございました。大丈夫ですか。明日から丸が来てるので、イエーイ、じゃあ行きますか。ありがとうございます。アンコールありがとうございます。ありがとうございます。アンコールありがとうございます。一応万が一のことを考えて考えてはきてはいたので、言っちゃダメ。いや、ないとは思ってたからね、思ってたんですけれども、皆さん本当ありがとうございます。ここに来た人がね、はい、メタルを愛してくれる人たちで本当に良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ロボットピース、じゃあ、はい、行きますか。行きますか。いいですか。行っちゃいますか。I want out!